和をもって尊しとなすではないんですけれども、しっかり各国の持ち味もですね、日本人の良さとベストミックスさせながら頑張っていきたいと思います。海賊対策を担う多国籍部隊の司令官に日本の自衛官として初めて就任する伊藤博史海将補は13日の出発を前に中谷防衛大臣と面会しました。中谷大臣は司令官を出すことは我が国の安全保障にとっても意義深いことだと伊藤海将補を激励しました。アフリカ東部のソマリア沖での海賊対策活動はアメリカやイギリス、オーストラリアや日本などの多国籍部隊が担当しています。派遣期間は今月下旬からおよそ2ヶ月間で、中東のバーレーンにある司令部で参加各国との調整に当たることになります。